ありがとうございます。そう、昨日がハード、あ、そう、昨日はね、ハードだった。そう、トワ様が言ってたんだけど、前日にね、あれなんだよね、アクタンとスイちゃんとトワ様とスバちゃんとシオンタン。なんだこのメンツみたいな感じかもしんないけど、もうみんなでね、ご飯食べに行ったんだよね。なんか、一致するまで終われませんを、なんか終わった後に、結構朝までみんなと喋ってて、そのなんか、集まったなんか流れで、いける人ね。え、そう、シオンタンもね、いるの珍しい。そう。結構ミコも珍しいメンツでね、メンツだなと思って。うん、ご飯食べたけど楽しかったよ。シオンタンどんな感じ？なんかシオンタンは途中でね、通話に合流してね、シオンタンも行こうよーっていう感じだった。ねえ、めっちゃ楽しかったよ。なんか、最初スバちゃんと一緒に合流して、スバちゃんとなんかみんなが来るまでね、ちいかわの動画をね、ミコが布教していた。ちいかわね、これがね、こうでね、ちいかわ可愛いんだよ、つって。見してたわ。そう。ちいかわを布教した、熱く語らったよ。ねえ。フォロメンのコミュも育ってってるわ。そんな気がする。何が腰重いかって、いつどこ行く、どうするっていうね、なんか日程を決めるまでが本当に、タジタジになっちまうわ。ねえ。わためともさ、ご飯行こうって言ってたのに、結局止まっちゃってるわ。もうこの日空いてる、行こうってやつにしないと思う。渡部も気にしてた。うわー、それ申し訳ないな。圧かけられる前に言わなきゃ。ミコが始めた物語なのに。落ち着いてた。ねえ。ラーメンかな？やっぱラーメンかな？なんか、どうせならちょっとさ、お出かけしたいな、渡部とは。ねえ。聞いてみよう。よいしょ。